早口言葉。こんにちは。わしの名前は早口こと。みんなはわしのこと早口言葉と呼ぶよ。だってわしは早口言葉が大の得意だからね。じゃあみんなもわしと一緒に早口言葉を楽しもうね。はじめはこれじゃ。さあこの絵を見て思い浮かぶ早口言葉は何かな。さあ庭には2羽鶏がいる。裏庭には2羽鶏がいるじゃな。じゃあ一緒に行ってみよう。庭には2羽鶏がいる。裏庭には2羽鶏がいる。裏庭には2羽鶏がいる。裏庭には2羽鶏がいる。庭には2羽鶏がいる。裏庭には2羽鶏がいる。じゃ次はわしのオリジナル早口言葉じゃ。ワニには2羽鶏がいる。裏庭にはワニいっぱいいるワニ。ではご一緒に。ワニには2羽鶏がいる。裏庭にはワニいっぱいいるワニ。ワニには2羽鶏がいる。裏庭にはワニいっぱいいるワニ。ワニには2羽鶏がいる。裏庭にはワニいっぱいいるワニ。わしももう少しで食べられるところだったわい。次はこれじゃ。この絵を見てどんな早口言葉を思い出すかな。そう、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマじゃな。じゃ一緒に行ってみよう。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。なかなか上手じゃの。じゃ次はわしのオリジナル早口で。赤茶髪、青茶髪、黄茶髪。黄色がなかなか言いにくいの。じゃあご一緒に。赤茶髪、青茶髪、黄茶髪。赤茶髪、青茶髪、黄茶髪。赤茶髪、青茶髪、黄茶髪。お上手。さてこの早口言葉は何かな。ヒントはウリじゃ。ウリウリがウリウリに来て、ウリウリ残し、ウリウリ帰る、ウリウリの声という早口言葉じゃよ。ウリというのは今でいうメロンの仲間じゃよ。ウリを売っている人がウリに来たけれども、ウリが売れなくて帰りながらウリウリ帰るという言葉じゃ。ではご一緒に。ウリウリがウリウリに来て、ウリウリ残し、ウリウリ帰る、ウリウリの声。ウリウリがウリウリに来て、ウリウリ残し、ウリウリ帰る、ウリウリの声。ウリウリがウリウリに来て、ウリウリ残し、ウリウリ帰る、ウリウリの声。うまく言えたかな。次はわしのオリジナル早口言葉で。おっさん、さを売りに来て、さをさっぱり売れず、まさか顔真っ青。さあご一緒に。おっさん、さを売りに来て、さをさっぱり売れず、まさか顔真っ青。これはすぐにわかるね。そう、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙じゃ。一緒に言ってみよう。せーの。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。うまく言えたかの。次はどう変わったかの。これは巻貝じゃ。そう、赤巻貝、青巻貝、黄巻貝。紙のみをいに変えるとこうなるのじゃ。じゃあ一緒に3回言ってみよう。せーの。赤巻貝、青巻貝、黄巻貝。赤巻貝、青巻貝、黄巻貝。赤巻貝、青巻貝、黄巻貝。これはどんな早口言葉かな。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。では行ってみよう。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おー、うまいのわし。次はこれじゃ。屏風が
坊主に、上手に坊主の絵を描いた。言葉を入れ替えると面白いことになるもんじゃの。じゃあご一緒に、せーの。屏風が坊主に、上手に坊主の絵を描いた。坊主じゃなかった。屏風が坊主に、上手に坊主の絵を描いた。屏風が坊主に、上手に坊主の絵を描いた。わし間違えたの。さて、これは何の早口言葉かな。隣の客はよくかき食う客だ。じゃあ一緒にやって行ってみよう。せーの。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。とっても上手だのわし。次はっと。隣の柿はよく客食う柿だ。これでは怖いの。じゃあ一緒に行ってみよう。せーの。隣の柿はよく客食う柿だ。隣の柿はよく客食う柿だ。隣の柿はよく客食う柿だ。次の早口言葉はわかるかな。はい。バス、ガス爆発。こんな爆発事故があったら今どき大変な問題になるの。では一緒にやってみよう。バス、ガス爆発。バス、ガス爆発。ガス爆、バス、ガス爆発。うまく言えたの。さて、次の絵はバスのすとあを入れ替えてみると、バー、ガス爆発じゃ。それじゃあ三連発で行ってみよう。せーの。バー、ガス爆発。バー、ガス爆発。バー、ガス爆発。お後がよろしいようで、おしまい。さあ、わしの早口言葉はいかがだったかな。気に入ってくれた方はチャンネル登録をぜひよろしくお願い申し上げます。それではまたお会いしましょう。さようなら。